さん。はい。え？何これ？バイク？これについて取材お願いしていいですか？え？取材？いや、これ何なんですか？ RC バイクです。RC バイク？え？取材？よろしくお願いします。え、ちょ待って。え、どういうこと？どういうこと？え？早速かすみ D は文明の利器を駆使し、 RC バイクはラジコンバイクということが判明。さらに詳しく調べたところ、千葉県で大会があるみたいなので、情報を求めライク号に乗り込み出発です。かすみ D が行くラジコンバイクの世界。やってきたのはミニチュアサイズのレース会場、ユーネクストラッシュサーキット。RC バイクのことは右も左もわからないかすみ D のため、大会参加者の武藤さんにご協力いただきます。武藤さんの、はい、スタッフからこれを取材してこいと言われてきたんですが、はい、改めてこれってどういったものなんですか？これはですね、 RC バイク、まあ、いわゆるラジオコントロールのバイクです。まあ、一般的に車のラジコンって皆さんご存知なんですけど、まあ、ラジコンバイクっていうのはこうマニアックな深い世界のカテゴリーになります。なるほど。RC バイクはサイズにも種類があるそうです。こちらのバイクは8分の1サイズといって、まあ、スケールの小さいクラスで、速度もそんなに速くないクラス。スレーまであるのがこちらの5分の1というサイズの大きいサイズで、これはいわゆるレーシングバイクというバイクで、またこちらのカテゴリーとは違う、かなりハイスピードで操縦もちょっと難しいバイクになります。ちなみに最高速はどれくらい？最高速はここのコースですと、ちょっとストレートでだいたい80キロぐらい出ます。80キロ？はい。もう大きい広いコースと100キロ超えてくるかなっていうところです。こんな小さなマシンが100キロ出すんですか？はい、初心者でも操作ってできますか？すぐに初心者の方ですと、最初はまあこちらの8分の1のタイプの方のが運転はしやすいかと思います。こちらの大きいレーシングバイクっていうのは、ステアリングがすごく難しくて、実際に右に切るときにずっと右に切れば曲がるっていうことじゃないので、例えば右に切るとステアリングがこっちに切れるんです。あ、はい、右に切ると逆半を切るんですけど、その逆に切れたことによって倒れるんです。バランスを崩して、それでセルフステアで曲がっていくんですよ。でコーナーはそのこの倒したこの進入角度と速度で円が決まるというか、それを指でコントロールして。そんな高度な技術を持ったクロートたちが集まる大会について教えてもらいましょう。ニューネクストラッシュサーキットのクラブレースで、でシリーズ戦で1年通して毎月1回こうレースをして、はい、それで最終的に年間チャンピオンが誰かとか、そういったことをやってるクラブレースです。武藤さんはこの大会もう何回ぐらい参戦されてるんですか？2シーズン目に入ります。へえ、はい、昨シーズンは、まあ、年間チャンピオン取りました。わあ、すごい。ありがとうございます。はい、そんな武藤さんはオーストリアで8月に開催予定の世界大会にも出場されるそうです。レース前に少しだけ時間があるということで、 RC バイクの操縦をさせていただきます。これがですね、ステアリングで、これを右に切って左に切るとバイクが右と左に、でこのスロットルっていうのがありまして、これを握ると車が前に進む、でこう押すとブレーキになります。場所を変え早速挑戦です。はい、まず何から覚えたらいいですか？まずはですね、はい、定乗円って言って、アクセルだけでこう円を描く練習をして、それができるようになってきたら今度八の字を描く練習、そういうような練習方法がいいかと思います。果たしてレースまでに八の字できるのか？はい、じゃあアクセルを、おお、結構レスポンスが良すぎ、はい、です。良すぎですね。はい、ほんのゆっくりで、ゆっくりでいいです。すごい、すごい、はい、わー。そうですね、そうだんだん開けていくと起き上がってきます、バイクが。あ、起き上がりますね。あ、はい、すいません。起き上がりますね。すいません。大丈夫です。すいません。初っ端から武藤さんを引くというアクシデントが発生。気を取り直してもう一度挑戦です。じゃあゆっくり、はい。おー、ちょっと待って、危ない。
これほんのりしか出てないです。はいはい、おブレーキ、はい、そんな感じで OK です。はい、今ブレーキまではできました、はい、大丈夫です。次は進ませたい方向にまっすぐ走らせる練習で、今の定常円で、うん、こう行かせたい時に少しまたアクセルを開けて、うんうんうん、開けると前に進みます。まず起き上がるところから、はい、お、あうわあ、ちょっとゆっくり開けて、はい、そうです、お上手上手、うまい、おうまい、あーうまい、勝て。その後も何度か挑戦するもここでタイムアップ。八の字まではもう少し練習が必要そう。皆さんこんな難しい操縦でペース出られてるんですか。そうですね、でも最初はこんなもんです。皆さんその練習をすればみんな走れるようになりますんで。バイクって危険ですか。そうですね、でもルールを守れば安全ですよ。八重の里ドライビングスクールでは褒める達人があなたのお悩みを解決します。だから私は八重ドラに通います。大阪別府航路のサンフラワーが新しくなった。家族で楽しい、みんなで嬉しい、二人でゆっくり、ずっと感動、フェリーサンフラワー。バイクライフ向上宣言、二輪館ならあらゆるバイクスタイルに豊富な品揃え、イベントも盛りだくさん、車検もメンテもあなたのバイクライフを徹底サポート、ライダーズスタンド二輪館。例えば記録映像、同感のことならバンズデコ、そしてお店や企業の PR も、同感のことならバンズデコ、もちろん商品プロモーションも、動画のことならバンズデコ、バンズデコ。それではレースの撮影開始です。まずは5分間の予選を3回行って、合計の周回数で決勝のポジションを決めます。めちゃくちゃ速いですよ。待って、本物のバイクやん。すごい、速や、すごい、ちゃんとアウトインアウト走ってる。もうストレート以外はほとんどバイク倒れっぱなし。本物のバイクやったらもう肘、もう肩ぐらいまでこう倒すぐらいの勢いで曲がってきてます。やばい。もちろん武藤さんのバイクも爆速。いやいやいや、ちょっと速すぎて目が追いつかない。これコーナーのスピードも速いよ。いいから、わあ、すごい接触です。今持ってったよ。すごいかっこいい。まるで元 GP 見てるみたい。その後決勝では武藤さんがポールポジションを獲得するもスタートに失敗。しかし怒涛の追い上げを見せる。武藤さんが4番手から3番手に浮上、一気に2番手はすごい5本抜き。めちゃくちゃ早いやん。武藤さん、武藤さん1位です。おめでとうございます。すごいね。 RC バイクにはレース以外にも他の楽しみ方が。ここからは RC バイクを全国に広める活動をされている野中さんにご紹介してもらいます。野中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、目の前にたくさんのかっこいい RC バイクありますけれども、このバイクはどういったバイクなんですか。はい、こちらのさっきレースで見ていただいたあのレーシングバイクと違いまして、うん、見た目や走りを楽しむためにカスタムしたバイクになります、うん、ライダーが動くように改造されてます。これじゃあ右に曲がるときはしっかりこうハングオンしますね、はい、するってこと。ストーナーって書いてるっすやん。本人がケーシーストーナー大好きなんで。なるほど。あ、じゃあその憧れのライダーをこうちょっとね再現してっていう形で、再現したっていう楽しみ方があるってことですね、はい、これはまた似たようなバイクですか、カスタムってこれは。はい、もともとはこちらの
バイクと同じだったんですが、こちらのバイクのボディを取りまして、で市販のトイラジのオフロード系のボディと、あとライダーを乗せてあります。え、移植したってことですか？はい、そうです。そんなことできるんですね。試してみたらうまくいったみたいな。え、それもし合わなかったらどうするんですか？捨てるしかないですね。はい、ちなみにこの可愛らしい女の子ですか、はい、乗ってるこのバイクはどういったカスタムになるんですか？市販のカフェレーサーっていうバイクがあるんですけど、そちらのライダーを6分の1のドールに変えました。すごいカジュアルな感じが可愛らしいですね。そうですね、はい、いいですね。衣装とかってどうやってご用意されたんですか？でもネットで一つ一つ購入して集めて、で着せてます。コーディネートもされたってことですよね、一着ずつ、はい、このグローブはこれ自作です。これ自作、はい、かわいい、おしゃれ。100均のキーホルダーのヘルメットですね。え、すごい。カスタム車両の中にはこんなものが。誰も乗ってらっしゃらないですけど、はい、どういったバイクなんですか？エンジンで走るバイクなんですが、あの中身がよく見えるように今外してあります。これエンジンってことは燃料は？あ、アルコールの燃料を使ってます。アルコールで、へー、全然想像つかないんですけど、アルコールまずどこから入れるんですか？このニップルから注入します。で下のタンクに溜まって、はいはいはい、でキャブレターに吸い上げて、で燃焼させています。すごい、本物だ。やってることはまるっきり本物ですね。チャンバー？はい、チャンバーがついてます。これをつけるとすごい上が伸びます。へー、本物と一緒ですね。ツーストってことですか？はい。エンジンで走っている映像がこちら。カスタムの楽しみ方を聞いたカスミディは、最後に参加者から魅力を聞いてみました。魅力を教えていただけますか？モト GP だとかがもともと好き でラジコンで自分で操作してこうレースをできるっていうのが、まあ、怪我しませんから安全ですし、ね、それが一番ですね。やっぱ実車のオートバイではありえないバンク角だったりスピードで曲がることをまあ、楽しめるってところですかね。やっぱコーナリングの姿勢じゃないですかね。あのこう曲がるあれがかっこいいなと思って。やっぱり四輪にない難しさっていうか、やってるうちに上達していくっていうところが充実感というか達成感。もともと実車やっぱレプリカとかいわゆる膝吊り小僧とかだったん でそれでまあしばらくも年取って結婚したりして乗れなくなっちゃって、まあ、遠ざかってたんですけど、中古でヤフオクとかで見つけたのがよく走ったんですよ。で面白くてこんなになるんだって、レース見てもうやるしかないなっていう感じで。武藤さん、今日は RC バイクの魅力をたくさん教えていただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。この RC バイク界、はい、これからどのようになっていってほしいですか？やってる方がまだまだ少ないので、大勢の方に、あと特に若い子にやっていただきたいなと思ってます。いや、今回の取材をきっかけに私もハマりそうです。はい、ぜひハマってください。ではハマった時はまたレッスンの続き、はい、お願いします。はい、お待ちしております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。